おはようございます。本日は千葉南にやってきました。今ね、時刻は7時前なんですけど、今日は湘南を4時半ぐらいに出発して、湘南から千葉だと2時間から2時間半ぐらいですね。渋滞がなくてスムーズに行くと2時間ちょいぐらいで着くのでやってこれました。今日はね、ちょっとちっちゃめなんですけど、風はね、まだサイドオフで、これから多分温床吹いてくるかもしれないんですけど、風が吹く前に今日の波に合ったボードでね、サーフセッションやっていければいいなっていう風に思ってるんで、ぜひ最後までご覧ください。後ほど僕の今日のバディを紹介していきたいと思います。今日の僕のバディは堀越るいくんです。ありがとうございます。おはようございます。湘南もちっちゃいですけど、はい、今日千葉南もちっちゃめっすね。湘南よりは全然できそうです。乗れれば形良さそうなんで、はい、ターンもできそうです。今日はもうこの後ろにあるボードを使ってやっていきたいのと思うので、はい、こちらもこれから紹介していきたいと思います、はい。本日乗っていくボードがこちらとなっております。デッドクークスの名作ですね。ヘルキャットといって、ツインフィンでテールがね、ピンテールになってる、ツインフィンと言っているこのモデルなんですけど、こちら長さ59で、スモールウェーブから、まあ、大体頭ぐらいまでは楽しめるサイズとなってます。でフィンはね、ちょっと動くフィンで、うちのショップでも置いてあるタイラーオーレンのフィン、これを使ってね、やっていきたいと思います。このボードはね、どんな時にいいかって言いますと、鵠沼のオンシュアみたいな波ももちろん楽しめるんですけど、まあ、今日みたいなね、オフシュアでクリーンなコンディションだとね、よりね、こうレールもセットしやすいですし、パドルかテイクオフなどもね、しやすいんで、まあ、初級者の方にもね、すごいフィットしてくるボードになってると思います。これを使って今日はやっていきたいと思うので、まあ、僕とるいくんでね、交代交代でセッションしてフィードバックしていこうと思うので、よろしくお願いします。お願いします。これから海作は1ラウンド目入水していきます。本日のコンディションは今ね、波が来てないのでフラットに見えますが、来ると腰セット腹あるかないかぐらいですかね。まだサイドオフの風でね、そこまで風も強くないので、ヘルキャットにとってはグッドコンディションではないでしょうか。こちらのボードはね、上級者のね、人でも楽しめるボードではあるんですけど、初級者から中級者の方でもね、安定感もあるので、ツインフィンなんですけど楽しめる一本となっていると思います。ぜひチェックしてみてください。対策はまだ本調子ではなさそうですね。約9日ぶりのサーフィンと言っていたので、久しぶりで波も難しそうなので合わせるのに苦戦しています。少しずつサイドのね、風も強くなってきて、おそらくね、もっと風が強くなりそうなので、それまでにね、しっかりといいライディング決めれるといいんですけど、なかなか波が入ってきません。対策いい波をキャッチして、一発目にね、グラブを掴んだカーブを入れてからフィニッシュまで決め切ってきました。さすがです。徐々に調子も上がってきているように見えます。やはりね、このヘルキャットはこういう波でもすごい走っていくので、かなり調子良さそうですね。この波だとショートだとね、少し物足りないコンディションだと思うんですけど、スピード感のあるね、こういうボードならかなり楽しめると思います。
で撮ってみるとね、このような感じでコンディション的には難しいと思うんですけど、このヘルキャットでねぐんぐん加速して乗りまくっています。もう少しねいい形の波が割れてくれればもっとね本領発揮してくれると思うんですけど、この波だと沖と岸の距離も近いのでね、コンパクトに波が割れてしまうので、少しねロングライドは厳しいんですけど、海作は乗ってる方だと思います。最後もいい波をキャッチして2ターン決めて上がってきました。さすがのライディングでした。お疲れ様です。お疲れ様です。水冷たいです。あ、マジですか。体冷えた。やばい。波なんかね、思ってた波と変わっちゃって、消える波みたいな、見てても結構終わってるなと思いました。消える波の中では滑り出し早いんで、乗れる波の幅は多分ショートよりは間違いない、広くやれたんで、割れないのに抵抗して滑ってったりとか、そういったところはすごいこうボードの良さは見てる方は多分感じれたんじゃないかなって感じですけど、やる側はもうちょいいい波でやりたかったですけど、この波でかなり乗ってる方だね。乗ってる方だね。久々1週間ちょいぐらい海入るの空いたんで、はい、今20個入ったんですけど酸欠っすね。体力も落ちて、まあ、8本くらい、トライしたんですけど、最初なんか乗れなくて、あ、パドルが遅いからかなと思ったら、コンディションがちょっと悪くなってきてたから、まあ、それにもちゃんと気づいて、海入ると冷静さを失うんで、その辺しっかりやれるといいのかも。板はかなり良さそうだった。イービーなんですけど安定するんで、ただ立って波に押されてるだけでも普通にふわーっていけたりするんで、一般の方にもおすすめできるこうボードなのかなって感じでした。この波でもめちゃくちゃ走ってました。そうだよね、乗れてました。全然よかったです。とりあえず、はい、これでちょっとルイ君と交代で。はい、ルイ君今日はヘルキャットセッションということで、コウキさんとのセッションぶりですかね。あの時も楽しかった。いやー、めっちゃいい波でしたね。波良かったけど、貸し切りで。今日はまたちょっと違った波で、消えちゃう波に対してどういうパフォーマンスができるかっていうのもキーになってくると思うんで、はい、フィットさせるパフォーマンス見せてもらえたら嬉しいです。とにかく波に合わせて、まあ、スムーズに乗れるように頑張ります。ルイ君にはちょっと5-9だとね、そうですね、ヘルキャット大きいかもしれないけど、ちょっとボリューミーな、ボリューミー、ちょっとオーバーフローな感じだと思うんですけど、そうですね、今日はテイクオフが結構キーになってくると思うんで、はい、いかに早く滑り出してレールセットできるかみたいな、はい、でもこの板は結構ボリューミーな感じはあるんですけど、うん、乗っちゃえばもうしっかりテールでコントロールして、うんうん、かなり乗りやすい板なんで、いい波乗れればっていう動きもできるかなと。そうだ、まあだいぶもう乗ってるしね、去年ぐらいからテストしてるから、はい、慣れてきたのもあるし、はい、消える波と、はい、いいセッションしてきてください。お願いします。はい、お願いします。ルイ君 VS 今日は消える波セッションということで、沖にはね何名か待っているんですけども、波がね消えちゃうんですよね。地形的にねちょっと砂の突きがね手前側にねあんまりついてないんだと思うんですけど、ね、割れない状況になっていますが、このヘルキャットがどんだけねルイ君をパフォーマンス引き出してくれるか、お互いにね引き出してくれると思うんで、見応えあると思うんで、その辺をチェックしていきたいと思います。早速ね2本の波をキャッチしてきましたね。ルイ君のねブラジリアンスタイルとね、このデッドクークスのヘルキャットがねいいコラボを生んでるような感じがしておりますね。厳しいコンディションにもなっているんですが、すごくね
反応は良さそうですね。ツインフィンの板って意外と安定感なさそうに見えるんですけどね、乗るとねすごく安定したライディングに見えるんで、どんな方にもねおすすめとなっております。今日一のルイ君の時間のセットがやってきました。軽快なライディングですね。ツインフィンはね結構重そうなイメージなんですけど、意外とねアクションハイパフォーマンスの動きもねできたりするんで、まあ、ショートボードでねちょっと今日みたいなコンディションって見ての通りきついと思うんですけど、こういう時にもね厚めのオーバーフローでも動くボードをね使って練習するのはかなり効果的です。ホワイトウォーターからねテイクオフしたルイ君のライディングだったと思うんですけどね、意外とねこうタイミング合わせるのがね難しいのが今皆さん分かったと思うんですけど、ああいうテイクオフができるようになってくるとね普通の波でのテイクオフもね上手くなってきたりするんで、あえてホワイトウォーターから立つ練習などもねするのもありだと思います。僕がねこのヘルキャット気に入ってる理由は、なんといってもねバックサイドがね結構調子いいんですよね。普通ねツインフィンだと乗れないよっていう人結構多いと思うんですけど、テールがねピンテールになってるんで、コントロールしっかりできるようになってくるとね縦に上がるターンなどもねできるようになるんで、そういったところも結構おすすめとなってます。最後もね1回の波で2回テイクオフして上がってきました。波にね押しがないパワーがない波なんですけども、滑り出しが早いのでね、ああやってね2回テイクオフすることも可能なヘルキャットでした。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですかコンディション？めちゃくちゃ難しいです。難しいですよ。なんか全然思ったように乗れなくて、まあ、久々にこの板乗ったっていうのもあると思うんですけど、乗り方もなんかいまいちしっくりこなくて、で波もこう消えちゃったりとか早かったりとか、確かにいろんな波が来るんで、それに対応うまくできず終わっちゃった感じですね。ひたすら波には乗ったんですけど、いや乗ってましたね。10本ぐらいは乗ったんじゃない？そうですね、もうとにかく全部こいで乗れるのは乗ってって感じでやってたんですけど、最後までこうはめられずに終わっちゃいましたね。バックウォッシュ入ってたり、はい、パワーあるようでなかったり。そうですね、合わせるの難しそうですけど。めちゃくちゃ難しいです。でもこうタイミングが合った時とかはこう加速してターンして、そうですね、こう当てたりとかできてて、うまくコントロールして乗れるといいんですけど、テールに重心かけすぎたり、逆に今度前にかけすぎたりっていうので、なんかちょうどいいとこになかなか行けず、なるほど、難しかったです。全然乗れてると思うんです。本当に普通にこのコンディションですからね。
ショートだったら乗れないだろうなみたいな感じで、これだからまだパドルも引っかかるし、なんとかできたって感じですね。割れづらくなってきてるよね。そのボードの性能とこのルイ君のブラジリアンスタイルは掛け合わされたのが見れたんで、こっちで良かったありがとうございます。ラストセッション、ちょっとポイントを変えてやっていきたいと思います。で割れなくなってきたプラスちょっと風がさっきまでサイドオフだったんですけど、ちょっとオン気味になってきたんで、違った感覚になると思うんですけど、このヘルキャット最終セッション、さっきね、ウォーミングアップな感じだったんで、次はもうちょいバシッとちょっとショートボードの練習になるようなターンができるようにやっていけたらっていうのと、さっきより消える波ゾーンになったと思うんで、いい波キャッチしないとやっぱサーフィンって面白くないと思う。普通のショートだとね、乗れない位置からね、あの引っ掛けて乗れるようにやっていけたらっていうふうに思って、この辺も見てもらえたら嬉しいんで、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。そして海佐くんは次のラウンド入水していきました。少しねポイントをずらして今回は入水していきました。先ほどはねこちらの右側のピークでやっていたんですけど、今はねこの左側の誰もいない無人ピークに入ってきました。波風が少し少なそうなので待ちが長いかもしれないんですけど、どんな波が来るのか楽しみです。This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's call.今のライディングかなり良かったのではないでしょうか。最後のねこうテールを回したスラッシュかなりかっこよかったです。置いてかれちゃうかなと思ったんですけど、ボードコントロールしてメイクしてきました。これはね難しい技なんですけど、このヘルキャットはツインフィンなので、ツインフィンならではのこのドライブ感と、まあ、抜けの良さ、そしてピンテールなのでね安定感もあってかなり絶好調のボードです。ここで海佐くんまさかのパーリングしてしまいました。なかなか珍しい落ち方でしたね。ただ波がいきなり掘り上がってね、グーフィーレギュラーともにダンパーだったので刺さるしかなかったような感じですね。この難しいコンディションの中でも海佐くんはねいろんなバリエーションのある技を入れて決めてきています。少しずつね波は入ってきてるんですけど、速いブレイクが多くてね抜けるのがなかなか厳しそうですが、このヘルキャットはかなりスピード感があるのでね、スイスイと乗っていっています。This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you. そしてラスト1本乗って海佐くん上がってきました。難しいコンディションでしたがいいライディング決めていました。お疲れ様です。お疲れ様でした。なんとかポジション変えたんで、
サイクルよく誰もいないバンクでやれたんで、はい、乗れたのは良かったですね。体も戻ってきて、ヘルキャットの動きが分かってきたんで、はい、難しいですね。そうですね、トリッキー全然来なくなるし、そうと思ったらいきなりセット入ってきたりするし、読めないんですよ。読めないですね。地形がね、あんまり良くない、はい、いい感じなんで消えちゃったり、うん、いきなりこう掘れてポッて割れちゃって、はいはい、全部割れちゃったりとか、あ対応するのがすごく難しかったんですけど、少しでもね波が押してくれる部分があれば、はい、ボードはかなり反応してこう技とかもしやすかったりしたんで。これレギュラーとかはね、はい、なんかもうちょい乗りたいんですけど消えちゃったりするんです。そうです、なかったんですよね。そう、見てんのと入るのが全然違ったりするんで、はい、こういう波って結構ツインフィンとかフィットしなくて対応できないで終わっちゃったりするんですけど、はい、全然安定するんで、その部分はすごい良かったなっていうのを感じてたんで。そうです、ね、このツインフィンだからまだこの波にもうまく対応できた、対応できたんで、はい、この波対応できれば多分湘南も調子いいと思います。間違いないです。どこでも乗れると思うんで、はい、それは皆さんにも見せるかと思います。まあいいセッションになりました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はデッドグースのヘルキャットセッションでした。千葉南でね、なんとか波も残ってくれて風も吹く前にワンセッションできたんで、それはすごい良かったですね。ただね、ちょっと地形があんまり良くなかったんで、本来もっとねバンバン乗れたりするんですけど、逆にこういう消える波こそ多分一般の方とかもね参考にしやすいと思うので、デッドグッズのボード他にもね、ミッドレングスであったりいろんなね種類のボードあるので、気になる方はぜひ僕のリバーベースサーフショップで扱ってますので、ストックボードもたくさんありますし、ヘルキャットは多分撮影している時にはまだいっぱいあるんですけど、もしかしたらなくなってるかもしれないんで問い合わせしていただいて、気になる方はゲットしてみてください。自分のサイズないなと思ったらオーダーすることも可能なので、このオレンジのカラーとかも見栄え良くてね、海でも目立てますし、オフィスに飾ったりとかしてもすごい使えると思うので、まあ、そういった使い方もありだと思います。ぜひ気になる方はお待ちしてますのでよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、というわけでルー君、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は消える波セッションということで、はい、なかなか苦戦する波だったんですけど、難しかったっす。でもまあこの板だからとりあえずは楽しめましたね。できました。次回この後ろにある、はい、うちらが持ってきたショートボードセッション、はい、やっていけたらいいなって思うんで。そうです、乗れるか分かんないです。結構厳しい感じなんで、はい、まあ試合だと思ってやるしかないかなって感じですね。一応こういう波になりそうな感じするんで、はい、まあ、試合だったら全然やるコンディション。そうですね、はい、日本はやっぱりちっちゃい波多いんで、はい、ちょっと気合い入れて湘南魂な感じでやれたらいいなと思うんで。わかりました。はい、次回もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。